ちょっと朝のんびりできるのかで、こう気持ちの持ちようがあるから、私も早く炊いてが知りたいぞって感じ。うん、でも平日だからね、早く出てくれた方がみんなも、あ、いけるかもとかあるかもしれん。おや、一緒に来ますか。またキンハやろうね。あと FF もやりたい。あ、名前戻ってなかった。偽物だな。再びこんばんだい、こんばんだい。偽物のチビです。いない本物をいじるな。ダメで、他の人のふりしたら。気持ちの持ちよう、うまいね。あんまない。午後休を取るか定時上がりでいけるか、社会人にとっては大きなもの。確かにそうだよね、それはそうだよ。お仕事してるからね、そうだよね。早く出てほしいなね、もしかしたら。ちょっと大抵出てないかわかんないけど、あ、この時間ならいけるかもっていう人もいるかもしれないからね。早く出てほしいな。なんか最近大抵出るの結構遅い気がする。文句言っちゃったね。早く出てほしいよね。補充もちもち完了、ありがとう。直接おめでとう言いたいかね。嬉しい、直接おめでとうが聞けたらいいな。16日がね、私お誕生日なんだけど、16日渋谷のデュオさんっていうところでね、ライブがあるのでね、遊びに来てほしいの気持ち。他も13、14もね、シンポジでね、特に13は結構見てほしいところなので来てほしいな。大好きな曲に出るの。夜勤中大変なうってこと。お疲れ様です。大変だな、夜勤は大変だ。寝ちゃいそう。絶対寝ちゃう。あ、誕生日おめでとう、ありがとう。まだだけど。16日でなんと20歳になるんだ。逆かこっちかな、どっちだろう。こっちかな。そう、20歳になるんだけど、お誕生日ね、そう、おめでとうって言ってくれたら嬉しいな。もう20歳になっちゃうんだって。見えないでしょ、でも。よく言われる。おいすー、こんばんは。10歳の間違い、若返っちゃった。そう、今日はね、もぐもぐしながら、何時までだ、12時まで配信してるよ。今日のご飯は韓国のプルダクポクミン。でも半分食べた、辛いけど、うまうま。二十歳なんの、みんなおめでとうしてくれたら嬉しい。このお皿持ってる？マジ？これなんだろうね、このお皿。家にあったんだけど。マジ、お揃いだね。何のお皿なんだろう、これ。ね、結構前から家にあるよ、これ。この、プーさんの。ちょっと今、汚いけど。すごい。何のお皿なんだろうね、これ。あ、ディズニーチャンネルって書いてある。ディズニーチャンネル入ってる？ディズニーチャンネルの何これ、非売品？あ、セブンイレブンって書いてある。どういうこと？なんだかわかんないけど、お揃い嬉しいな。プルダクポックンミョン。ポックンミョンだよ。
20歳なら20歳の、ん？じゃあ嘘、20歳ならお酒飲めちゃうけど、絶対年齢確認されるね。そうなんだよね。いや、20歳になったら、そう、友達とお酒飲み行こうねーとか言ってるからね。ワクワク。友達が生誕祭開いてくれるらしいから。ワクワク。もちこは楽曲投票したの？もちこはしてないけど、みんな何入れた？そう、入れた？投票。そう、あのワンワンの一部はみんなが選んだ曲をやるんだよ。何に入れましたか？私の予想はなんか定番っぽいのが逆にあんまり入ってなくて、ちょっとあんまやらないやつあるじゃない、春色ジュビリーとか、なんかあの辺、リリシズムとか、あんまりやってないやつが見たいんじゃないかなと思って、なんか人気曲とは言うもののちょっとマイナーな曲がいっぱい入るんじゃないかと思ってる。あんまやらない系のやつが半分ぐらいになるんじゃないかなっていう予想で、まあ、無難にね、トイロとかファイターとか人気あるやつとかが入ってるんじゃないかなっていう予想。何に入れたかな、みんな。もちこ、もちこ年齢を証明できるもの持ってるの？パスポートとか、あの保険証とかあるよ。酒飲み行くか、行きたいな。みんな、あ、そうだ、お酒ね、でも教えてもらったな、こないだ。あれをね、全部飲んでいきたいんだよね、一個ずつ。ふっちゃん、お酒飲めそう？どうだろう。でも、おばあちゃんとか結構強いから、結構、飲めるタイプじゃないかと思ってる。あ、弱めなのね。いや、弱いの可愛いよね。なんか、酔っちゃったみたいな女の子になりたい。とりあえず、ファイターにしといた。にわかか一番思い出があるのがファイター。でも私もね、ファイター好きだから。ファイターは入っててほしいなっていう感じ。入れるとしたら何に入れた？何に入れるかな？でも私はね、浮世和歌が好きだから、浮世和歌かな。でも唯一無二も、あの出たいっていうか見たいから、唯一無二か浮世和歌かな。あとなんだろう。いや、でも浮世和歌が見たいです。唯一無二も見たいかな。お前な、リリシズムはやるなら足軽でやってくれたら僕が泣きます。リリシズムなんと持ち丸まだ踊れないので。頑張って覚えようって思って。そう、今ね、学校もなくてちょっと暇なのでね、一日一個ずつ曲を覚えてる最中。リリシズム覚えよう。とはいえ2部が全曲ライブだからどの曲も見られるんですよね。マイナーな曲入れた。お、やっぱそうなんだよね。やっぱみんなマイナーな曲に入れてると思った。そう、でも、まあ、ちょっと私が選んだやつ入るか不安だなって感じだったら、2部に来たらもう絶対見れるから、おいで。でもね、すっごい長いんだよね。3時間ぐらいあった気がする、多分。なので覚悟を持っておいでね、2部に来てくれる人は。ジュニトイロにした。やっぱトイロいいよね。春夏秋冬スマイル一択。そう、最近ね、なんと春夏秋冬スマイル踊れるようになったんだよね。最近、本当に先週ぐらいに覚えた。あ、フォローしました、ありがとう。天才だね、プリンくんだ。わ、高い。おばあちゃん何歳だ？65ぐらいかな。今日若いよな。そう、ふみさんの歌い出しがかっこよすぎていつも鳥肌立ってる。かっけーと思って。浮世和歌も出たい気持ちもあるけど、前からみんなと見たいかな。ごきげんよう。じゃあ獺祭でもプレゼントしようか。なんとね、獺祭家にあるんだよね、たまたまなんだけど。なんかでもちっちゃいやつな、こんくらいのね、ミニ獺祭がね、お家にあるのでね、二十歳になったら飲もうとしてる。なんだって。で、俺の中でジュニトイロは神曲、当然投票したわね。おお、やっぱトイロは思ってる。だってあれよ、LINE ミュージックってさ、人気曲順に
見れるんだけど、10人トイルがずっと一番上に来てるからやっぱ人気なんだなって思っと予想してるけど、どうだろう。でコーデに入れてる人も2部3時間か、そう3時間ぐらいだった気がする。なんかチラッと喋ってて3時間くらい会おうって3時間はきついよね。でもみんなおトイレ行きたくなっちゃうよ。チブの後に先のだ、絶対3回はお手洗いに行くことになる。私もお水を程よく、心配だわ。私いっぱいライブ中にトイレに行きそう。3時間頑張って耐える。女の子らしくとてふっ。でもバンザイジャパンの曲ってさ、なんか耳につくよね。気づいたらな、頭とか洗いながらお風呂で。もちこんばんだい、こんばんだい。ジージはトイレやばそう私もトイレやばいから一緒に頑張ろうね。トイレトイレ頑張ろうねってなんだろう。そう頑張ろうね。みんなおむつしていいならいいんじゃないなんだけど、癒しタイムは時間経つのが本当早い。あ、そろそろ12時かな。早い。ご飯食べ終わってない。阿部子さんトイレ休憩を本当入れてほしいよね。なんか1時間半やりました。今からなんだろう、30分じゃ長いか、15分ぐらいあったらいいかな。15分休憩ですみたいな、もう一斉におトイレ行く時間ねえ、3時間のがあったら結構疲れちゃうね。見てる方も大変そう。いくら好きでもね、ちょっときついよね大変そう。頑張ろうね。テンションがめっちゃ上がる。ちょっと想像したら面白いな。みんなおむつしてライブ見てたらちょっと面白いねちょっとやばいなそれはちょっとやばいね。やっぱトイレ休憩があった方がいいね。休憩入れちゃったら、だってその後物販もあるよね。やばい。ちょっとおむつはやばい。頑張ろうと思う。トイレ本当にトイレ心配なんだけど大丈夫かな。お花摘み休憩必須。本当にね、欲しいね。トイレ休憩ね。トイレ本当休憩入れてほしいですって言おうかなでもち、あ、12分じゃないや、12時になった。メルちゃんがメリーズいいって。マジメリーズ、みんなメリーズ必須かな。そしたらそうした、いやでもちょっと想像したら面白くない。だってみんな点数振ってますってめっちゃ面白いねやばそう。ちょ、カオスだからみんなね、客席の人がみんなふんどしだったらありだよウケるな。ハロー、ハロー。トムさん。フィルみんな買う？ウケる。落書きおむつはちょっと、いいな。もったいない感じするけど。面白いけどね。やばいね。このおむつ履いてるの想像したらデッキンですね。ふんどしで上はハッピー？やばいな。あ、笑っちゃうからみんな普通の T シャツとか、あの、おしめの T シャツとかにして。あんま面白い格好されたら笑っちゃう。髪色グリーン入ってる？いや、でもこれね、黒髪ですよみたいなカラーバターがあっぽい感じなんだよね。なんかちょっとさ、なんかカビ色みたいになっちゃってて、すごいね、私は嫌なんだけど、汚い。汚いのでワンマンまでには出たいのよ。ね、このとりあえずこの色で、かわいいよね。なんかジャポンな感じで。おやすみなさい。ありがとう。昔推しのオタで作ったことある。おー、いいな。でハッピーはあり、ジャポンだよ。ハッピーにねじり端巻きやったら最強じゃない？それでいいよ、万歳だよ。
ちょっとまだ食べ終わらないからもうちょメンバーおむつメンバーおむつちょっと笑っちゃうな。かわいい、なんだろう、簡単だからおトイレ行きやすいけど、新衣装とか大変そう。なんかなんだろう、楽しみ。いろんな色に見えていいよ、ほんと。まあでも時間なかったらね、最悪これなのでね。でもちょっとどうにか、何色が似合いそう、ハッピー作って、かっこいい、すごい、どうぞ、ありがとう食べ終わるまで配信終わらないならお母さん食べ物追加お願いします。お母さんもね、多分死んでるよ。だいたいいつもね、配信のが見に来てる時あるけど、もう寝てるかも。さささが前そんな色だったね、の流れからシルバーになるのかな。ね、笹さんのシルバーすごいよね。なんか、なんだろう、もう、笹さんの顔面ってなんか、そうな感じじゃん。なんか、より、こうなんか、銀髪シルバーになったことにより、なんか、さらにこの、いい意味でこう、人間味がなくなって CG みたいになって、すげえってなってる。かっこいいよね。私もああいう色さやってみたいからさ、いいなーって思ってみた。もぐもぐ終わってから、終わっても配信していいよ。いや、もぐもぐ終わったらお風呂に入って寝るアメリカン衣装、アメリカン衣装って何新衣装でアメリカンの作るジャパンって言ってるのにバンザイアメリカンになっちゃうちょっと愉快、笹さんに女オタ多いのはうなずけるね。だから私もオタクだったら多分笹さん押しちゃう。うん、ね、最近マイカさんの顔面が好きすぎて、あ、好き、でもみんな好き、本当に顔面お強いバンザイジャパン。 TO メルルか、そうだね、 TO はメルル。笹さんにいつかもう男装をして、羊かな、羊っぽい感じ見たいアメリカン衣装、マイカさん近づくとめっちゃいい匂いね、わかる、女子って感じだよね、憧れる。マイカさんは、サザさんはかっこいいの、うちもなんかそれをこう嗅いで、なんか、あ、私も香水とかつけ、それまで香水たまにつけるぐらいであんま頻繁につけてなかったんだけど、最近は最後の最後に衣装チェンジで新進衣装お披露目とかあったらいいな。今のやつさ、新衣装って呼んでるじゃん。で、紅白衣装、カラフル衣装、新衣装だら、それはなんていう名前になるんだろうってすごい考えてた。だって新衣装っていう名前、新しいやつが、あ、でも新衣装でもなんか、まどんどん新しいのあるのに新衣装のくのかな気になるよね。でもどんぐらいの頻度で作られてるんだあれ、2年に、うん、自分の中でカラフルイコールいいよね。着るのが結構楽だった、衣装シャッフルで。ああ、から、なんだろう、でもストライプしましまのところが多いからしましま衣装とかになるかな名前。ここ二重新衣装って言ってる。あ、なるほどね、そう、そっか、ね、が何になったのカラフルは2018年、新衣装は去年か。でも去年だとしたら2年に一遍って感じなのかな。ゆきちゃんは新衣装も短い方がいいの？新衣装は選べはしないんだけど、うちはあの後ろがロングになってるやつ結構好きなんだよね。
アさんとかアンさんが来たつ結構好きだな。あとはでもユーミさんとかもそうかな、なんかちょっと肩が出てるやつが着てる、こういうのもかっこいいけどね。あれはなんかかっこいい人が着るからかっこいいんだろうなって思って、結構これのタイプの人顔面かっこいい系じゃない、メイさんとかサザさんとか、これは回ってこないんじゃないかなって思ってる私はでも一番好きなのはお塩がロングになってるやつかな。あやね、そう可愛いよね、アンさんの多いから、なんかその中で結構小さめのアンさんが着てるからなんか可愛いよね、わかる可愛い、なんかタラコみたいなモフモフの亀飾りも可愛いよね。リアさんがシルエット一番系ね、わかる、シルエットはあれが私も一番、こういう感じのなってるやつね、あれ可愛い。一番最初はあれが一番、普通にプチ話題になったけど結果出ず、結果出ないことは朝まで生で、出なかったのか、だってしましま柄が多いから。それかなんだろう、なんだろうね、でもしましま衣装がいいなならんかな、ちょっとダサいなしましま衣装っていうね、みんな考えといてあんちゃんうるうるね、あんさん寂しい、本当にめっちゃ可愛いっていつもね見てる、私の癒しだから悲しいな。お、あんちゃんの衣装もちこに収まるんじゃない確かに、でも背と体型が一緒ぐらいだから確かにワンちゃん回ってくるかなお下がりでも私なんかが着ていいのかなって思っちゃうけど、今までのこうなんあるじゃんね、全然お下がり嬉しいなアンさんのお下がりってなるいや、ブラックなかっこいい和服めっね、わかる、衣装確かに1個欲しいね、なんか結構かっこいい系の曲もあるじゃん、そういうのやるときにね、なんかロックな感じ、ロックな感じっていうかちょっとかっこいいめのねあったらまた違ったあり、私的には紅白衣装も人によってはし、そうだね、あれもしましま入ってるね、しましま好きなのかなそっか難しい、なんか考えといてね、もし2年なのかな、まあ、でももう3着あるからね、全然 10番とかからしたらそんな何着もあるグループないから、すごいなと思ってる。衣装持ち、お腹いっぱい。あと一口が食べたら、から頑張る。辛かった。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。曲が売れれば増えるかも。確かにそれ。まあね、ちょっと収入がないとね、衣装もただではやってこないからね。それはそう。名前決めるとかやると大喜利になるから結果決まらない。確かに。確かにそれはそうだ絶対こっちの方がいいよね、もうなりそうだし、なんかもうどんどんネタに走っていきそう、もう鼻が結構赤い、リップ貼って先にギャラ増やせ、ほんとちょっとアイドルだけ食べていけるようになりたい。もちまるはお財布がピンチすぎて今バイトを2つ応募したのちょっと鼻水噛んで終わるね。
終わってから噛めばいいか、ないか。いや、ブサイク。第2021。あ、鼻の穴がすごいでっかい。メンバー忙しい。うん。みんな欲しいのでね、バイトもしつつ、いつかはアイドルになりたい。バイトもライブとか優先しない人の面接を受けてきて、なんで落ちるんだろうって思ったのはやっぱり悪いんだと思って、あ、すごいですねって言われるの、あ、どんな感じなんですかとかと、まあ、なんかその話するじゃん。で、まあ、こういうことをやってるので、結構急にお休みしたりしちゃったりとか、そういうことを言うから多分落とされるんだと思って、もう言わないことにした。絶対アイドルやってるから落とされるんだよ、本当にそうね。あ、アイドルがしないのってこれを。いや、すごい、もう小さい頃に鼻くそをほじりすぎた結果、もう親指が入っちゃうんだよね。で、最近本当にこれを気にしてて、どうにか鼻の穴を小さくできないかなって思って、 YouTube で鼻の穴を小さくするか、どういう感じだったかな、ここを縫うのかな、わかんないけど鼻の穴を小さくして気にしてんの今。なんかまあそんなね、気になんないよって思うかもしれない、すごい気にしてて、いつか見えなくなったりするのかな、ほんと気にしてる。それはあると思う。アイドルはいきなり休みそうだからね。そう、なんかアイドルって言うとやっぱちょっとね、社会不適合者みたいに見られがいいイメージがないのかなって、ちょっと悲しいけど、なのでもう絶対何があっても言わない。ほんともう午後ほじりすぎて結果こうなったのでね、みんな、あの、鼻くそほじらないように、もう自分に子供ができた時、女の子だったら特に、ほんと鼻くそほじらしちゃダメだからね、もうこうなるから。今ほんとに気にしてる。でもさ、もう、でもママに鼻くそほじっちゃダメだよっていっぱい言われたのに、言うこと聞かないで鼻くそいっぱいほじった写真とか見て、鼻の穴すごい、もう穴がでかいと思ってすごい気にしてる。うまいと思っても頑張ってほじらないように、こうなんかうまいことやってる。何の話してんだろう、もう夜だからね、こんなしょうもない話ばっかりしちゃう。もちまるちゃんってどんなキャラクターが好きなん？キャラ？最近はね、結構サンリオ、ピューロランドに行ってサンリオ愛がめっちゃ今マシマシなので、だけどクロミちゃんが一番好き。で、マイメロとグデタメロちゃんが好きで、ディズニーはね、ミニーちゃんとプーさんと、と白雪姫が好きかな。あとなんかキャラクターあるかな、あとひよこが好き。なんかひよこはもうなんか何でもひよこ、もうひよこだったら何でも。こじこじも好き、カバーもこじこじだし、ぬいぐるみもあるよ。結構こじこじ好きだな。ひよこもね、こんなこういうなんかひよこのぬいぐるみ結構集めの好きかな。クロミちゃん好きかな。結構鼻くそって案件すると万の案件じゃん。やばい、こいつめっちゃ鼻くそって言ってるって、消されちゃう。もう黙る。黙ろう。りょユーミンが、あ、そうだよね、ユーミさんもなんかひよこ、ひよこだよね、ひよこだよねっていうか、ひよこ好きなのかな。なんかマークひよこだよね。そう、私最初ひよこにしようって思ってたの、哺乳瓶にしてるけど、ひよこにしようって思ってたけど、ユミさんがひよこにしてるの見て、あ、ひよこすでにいると思って見る。哺乳瓶のマークなのでね、よかったらプロフィールとかお名前の横とかに哺乳瓶つけてくれたら嬉しいの気持ち。でも私ひよこ好きなんだ。ひよちゃん毎日ね一緒になでなでしてるひよこがいる。もちまるのお友達でぴよまるっていうんだけど、これはもうあっち朝日奈だから、あ、なるほどね、そういうことか。なるほどなるほど、
や、ひよこかわいいよね。みんな何が好き？チーズケーキも食べていいかい？12時までって言って全然終わらない配信になってる。みんな何が好きなの？キャラクターは。でもこれサンリオとかにしてるのはやっぱサンリオが好きだったりするのかな。プリンくんとか。お土産のひよこといえば、あおにゃんと東京か博多で言い合った。あー、ひよこね。ひよこ美味しいよね。あれ東京じゃないの？博多なの？なんか東京の方のパーキングエリアとか行くと売ってるよね、あのひよこのお菓子。あれめっちゃ好き。見かけると買っちゃうな、ひよこ。うん、めっちゃ好きで。あれあと味が似てるやつね、さ、何店だったかな、忘れちゃったけど、ママドール？ママドールって知ってるかな。なんかちょっと棒っぽいやつで、味はひよことほとんど同じ感じ。あれも好き。あら、チーズ嫌いなの？おいしいよ。もうこれチーズっていうか、なんかあれかも。なんだ？なんて言うんだっけ？カスタード的な感じの味の方がするよ。東京じゃないのってアオニャンに言ってみよう。これ、え？ひよこ東京でしょ。違うの？ひよこは東京のお菓子だと思ってたんだけど。絶対東京だよ。怒られちゃう。違うのかな、わかんないけど、多分東京だと思うけどね。博多なのかな。普通のケーキももらいに行くのに、普通のケーキだったらってこと。何のケーキ好き？うちはね、最近ね、モンブランがマイブーム。ショートケーキが好きかな。福岡のひよこも人気で、福岡の人はひよこはこっちだって言うよ。あ、じゃあ、あの東京に売ってるひよことはまた違うひよこがあるってこと？あのピオちゃんのやつじゃないやつがあるってこと？知らないな、それは。名前が一緒だなだけで違うお菓子があるってことか。なるほどね。へえ、知らない。どんなだろう。あとで部屋部屋を。行ったことないな、福岡。多分下の方だよねっていうのしかわかんない。あ、形も味もうり二つなの。どっちがパクったんだ。そうなんだ。それは確かに揉めるね。え、こっちだよってなるよね。そうなんだ。知らなかった。すごいね。知らないわ、それは。一つ学んだ。食べ比べしたいね、横に並べて。BGM ライブでケータリングが出るぐらい売れるといいね。確かにね、ほんと売れたいね、もっとね。レギュラー番組とか持ちたいよね。毎週リズムゲームあったっぽいね。私は知らなかったけど、なんかみんな昔あったんだよって教えてくれて、あ、そうなんだって思って見たけど、なんかバンザイジャパン単体のリズムゲーム
がちょっとあったらいいなって思う。楽しそうじゃん、曲もせっかくいっぱいあるし、出したい。ね、ガチャでね SR とかねあったらめっちゃ課金しちゃうな。ひよこの本社は福岡、東京、どちらの土産物とも言えますってコメントしてる。へえ、うん、なんだ。じゃあどっちでもって感じなのね。福岡と東京のひよこって会社が喧嘩別れしたんだから。あ、そうなの。え、なんかいろんなエピソードがあるのね。すごい深いな、ひよこ。そんな裏事情があったんだね。もう私は東京のお菓子やと思って食べてたけど、知らなかった。すごいね、みんなめっちゃ物知りだね。なんでそんなこと知ってんの。会社同じですよ。あれ一緒だって。歌ネットの歌詞検索で Wi-Fi じゃなくて泣いた。あら、意外とせやね。でもバンザイジャパンの曲さ、ネットで調べても歌詞出てこないね。出てくんのさ、あの、トイロのアルバムの曲だけじゃない。あと出てこないんだよね。LINE ミュージックもなんか、なぜか、あの、トイロのアルバムの3曲だけ歌詞が出るの。他は出ないんだよね。なんだろうと思って見てる。なんだろうね。うまい。うまうま。ということは、富士さんは騙されたかも。コウキさん、はじめまして。よろしくお願いします。はじめまして。私はね、バンザイジャパンっていう、日本の魅力を世界に発信していこうっていうのをコンセプトにしてるバンザイジャパンっていうグループの候補生ユニットの足軽ジャパンっていうところでアイドルをやってます。持ち丸ゆうきです。こんばんざい。よかったらね、300人目指してるので、ルームフォローとツイッターは1200人を目指してるので、まあ、どっちもポチポチってしてくれたら嬉しいです。ありがとう。博多に推しがいたから。あ、そうなんだ。博多行ったことない。明太子。社会人24歳のジムでパーソナルトレーナーをしてるやつ。え、すごいね。え、すご。私もちょっとやってほしいな。体怠けまくってるから。え、すごい。かっこよ。いいね。福岡発祥で1964年に東京に進出して、それから東京でも親しまれるようになった。じゃあ福岡が最初なの、ひよこは。へえ。じゃあそれは福岡だって言われても、そうですねってなっちゃうかも。かわいい、嬉しいな。ロケットニュースというサイトさん。へえ。じゃあひよこは福岡のお菓子だったということで。ジナジェもないのはピエン。確かにジナジェも出てこないね。ほんと10人十色のアルバムしか歌詞出てこないんだよね。みんな書いちゃえ、なんかブログとか作って。みんなが書いちゃったら良きだよ。うん、もじまるちゃんかわいい。やった、顔タイプ嬉しいな。初めて言われたかもしれない、タイプ。プロフィール見ていただいん言ってもらえば、自分載せてます。何を？ツイッターってこと？なんだろう。よかったらね、そう、仲良くしてくれたら嬉しい。そう、ツイッターはね、相互フォローにしてるのでね、あの、フォローしてくれたら返す。鍵垢じゃなければ。東京の方が、ん？東京の方が売れてるから、東京の土産泊まって、あ、そうなんだ。それはちょっとかわいそうだな。何の投票？何の投票でもなくて、これあの、同じグループの他のメンバーさんが、まあガチイベに参加してて、その星、お星様とかポイントをそっちの子にこう集中させるために、あの、他のメンバーは投票にしてるんだけど、そうだよね、なんのってなるよね。
何でもないんです何の投票でもないんだよね。ただそう、お星様をその子に集中させるためにみんな投票にしてますよって感じ。このプロフィールね、プロフィールの、ここ押して開いたプロフィールってことかな。あ、そう、グループのメンバーがイベント中なら投票も、そう、めっちゃわかりやすい、私よりわかりやすく言ってくれた、ありがとう、うん、説明が下手くそだからね、ありがとう、いい感じに言ってくれて最後の一口、嘘、まだあったかも。長々もぐもぐ配信やっちゃった。でも全部ご飯食べれたよ。そうなんだ、了解、そうなの。かわいいと思ったら1、好きと思ったら2お願いします。もう両方ですね、それは両方入れちゃおう。見れた？あ、見れてよ。あの配信中だから、あのツイッターとか飛んでないけど、プロフィールは押して見ましたまあではね、ご飯食べ終わったので、そろそろ終わりたいと思います。では足軽ジャパンの持間隆起でした。よかったらルームフォローとツイッターのフォローとインスタのフォローお願いします。は直近のライブを言うと、13日はね、新宿のキースタジオさんで2時30分から2時50分、で14は品川インターホールで、時間は忘れちゃいましたで16日はそう、私のお誕生日なんだけど、時間まだ出てなくて、渋谷のデュオさんで、会場開演が3時半だから、まあ3時半より下の方かなって感じです。あとは4月3日のワンマンライブね、これは絶対来てほしいやつなので、3月4日のワンマンライブも、あ、嘘、3月4日で終わってるわ、4月4日のワンマンライブもまだチケット受け付けてるので、持ち丸で来てくれる人がいたら本当に嬉しい。まだ誰もね来てくれないのよ。なのでね、ちょっとお友達とか誘って、ちょ、この子いいよって言ってくれたら嬉しいですあ、フォローしました、ありがとう、嬉しいな、仲良くしてね。お疲れ様でした、ありがとう、つむちゃんでした。また野菜に来るよ、またショピ来てね。13、14行くよ。お、12の大阪も行く、おー、いいね、名古屋やけん、おお、名古屋いいな、名古屋行きたい、私もいつか名古屋に行けるように頑張りたいこんばんざい、おつもちありがとう。では足軽ジャパンの持ち丸ゆきでした。ルームフォロー、ツイッターのフォロー、インターのフォローお待ちしてます。それではバイバーイ、また明日ね。明日はもしかしたらお肌お休めたいでいれラジオになっちゃうかもしれないけど、わかんないです。おやすみなさい。待ってるよ。バイバイバイなら。ね、長々。わわ、なんかいろいろガッタンゴットンしちゃった。結局ね、全部ご飯食べちゃって。トータル1時間ぐらいやっちゃったかな。足軽のルームも含め、結構長々やっちゃったんだけど、長い間お付き合いいただき、ありがとうございました。ん？おやすみ、バイナラ。からの？からの？なんだろう。からのなんでしょうか。からの、なんかちょっとないかな。からの、からの、鼻くそ。アカウント消されちゃう。バイバイ。おやすみなさい。また明日ね。おやすみ。シガジャパンの持ち間劇でした。みんなおやすみなさーい。空のお皿？あ、空のお皿が見たかった。ごめん。鼻の穴とか言ってた。
もうねティッシュとか置いちゃったからね、ちょっと見せれんかもしれない。おやすみ、バイバーイ、また明日ね。ありがとうございました。